これからですね、終わってないと GHC 入手女子問題、沖縄ヘイトを許さない集いを開催させていただきます。MX 講義ちょうど2周年ということで、サモイナの皆さんどうもお集まりいただきましてありがとうございます。私、本日司会を務めさせていただく秋池敏子と申します。よろしくお願いいたします。ではまずはですね、安田光一さんから、沖縄ニュース女子沖縄でヘイトの縁で今ということでお話しいただきます。よろしくお願いいたします。安田と申します。よろしくお願いします。と言いましても、もう皆さんとはいろんな形のところで顔を合わせてますし、おそらく何度もお話ししてますので、また安田かよという方もいらっしゃるかもしれません。その辺ご許しください。2周年経ったんですね。2年前、ちょうど1月の、6日の放送でしたが、2017年の1月6日の放送、私も見ましてびっくりして、1月2日の放送でした。正月放送だったんですね。非常に、腹立たしい思いをした。でもあれからもう2年も経ったのか。しかしこの2年って何だったのかなって思うと、私にとってみると、やはりこれはフェイクニュースとデマとの戦いだったと私は思っています。これは単にニュース女子という番組だけでなくて、ニュース女子を生み出したこの日本社会の中に流れるさまざまなデマであったり、あるいはフェイクニュースであったり、そうしたものといかに戦うのかっていうのが私の2年間の一つの課題であったんだと思います。本題に入るまでね、ちょっとフェイクニュースってことに関して言うと、僕もいろんな思いがあるんですけども、私もともと週刊誌の記者でした。しかも私が所属した週刊誌っていうのは、どちらかというと非常に下品な週刊誌でして、スキャンダリズムを売りとしてたわけですね。とにかくスキャンダルを毎週毎週出すということ、そういったことが一つの使命として記者全員に課せられたわけです。ですから私たちは通常のストレートニュースとは違って、いかに耳目を集めるための材料、それを拾ってくるかということに地道を上げたわけですね。で、そんな中で、しかしそうしたスキャンダリズムというのは、ある時突然やっぱり権力の牙を剥くことがある。私は非常にそこに期待したわけです。正規のいわゆる新聞社のニュースというものが正規軍だとすれば、週刊誌はゲリラだという位置づけだった。だからゲリラにはゲリラなりの戦い方があるというのが週刊誌ジャーナリズムだったと、私はそこに心底惚れ込んでいたんですね。喜んで仕事したわけです。ですから私はその週刊誌の編集部の面接試験の時にこう答えてるんです。いや、その何やりたいんだって言われて、で僕はその時にまだ若かったし、僕自身の中にもいろんなものがあったんですけども、関わってるものもあったんで、こう答えてるんです。大資本と権力を倒したい人です。でそれは、1990年のことです。で1990年に大資本と権力を倒したいんですって言って、編集部に入ってくるわけです。誰もいないわけですね。で向こうとしても非常に困った顔して、頭でっかちなやつが来たなと、こんなやつ入れていいのかどうかっていう議論もあったらしいんですけども、どういうことか入ることになった。だから僕は勢いことはもうすごく、なんていうのかしら、入っていくわけです。これで週刊誌ジャーナリズムのど真ん中に入って、大権力大資本と真っ当に向き合って、新聞社は書かないこと、書けないこと、書いてはならないことをどん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 抜くんだという気持ちでもって、僕は何の経験もないのに週刊誌記者1年生になったわけですね。入ってきました。で、廃棄って僕が配属されたニュース班というところで、僕は一番最初に任せられた仕事は何かしたら、僕とすれば大資本と権力と戦いたいわけですね。そういうのをやっつけるのが仕事だと思ってるから。で、そういった僕に対して与えられた仕事っていうのが、一発目が、今、ティラミスが流行ってるんですよ。で、当時、1990年です。1990年ですね、イタリアブームだったんですね。洋服でいうとアルマーニっていうブランドがすごく売れていて、それからいわゆるイタリア飯屋さん、今僕の子供の頃のスパゲティっていうのは、ミートソースとかですね、そういったナポリタンとかそうしたものしかなかったんだけども、90年代を境に街の中にさまざまなイタリア飯屋さん、つまりイタリア料理店がたくさんできて、パスタにいろんな種類があるんだってことをようやく知ることになった、そういう年代です。そして同時に、そのイタリア料理店ではケーキとしてティラミス、つまりマスカルポーネチーズと、ココアクリームを使った、ティラミスというケーキが初登場した。で、これが流行ってるんだという記事をやらされたわけです。僕はね、腐るわけですね。冗談じゃないと。僕が戦う相手は大資本であり、大権力であり、そしてスキャンダルなんだと。ところが、ティラミスの今流行ってるという記事を書けるように、しかも2ページで見開きでもって、これ何なんだと思うわけですよ。で僕とすれば非常に腐るし、やる気がない。だからいい加減な取材するわけです。適当に、銀座と麻布あたりのイタリア料理店を回って、ティラミス流行ってますかねってことを店主に聞いてくる。店主が、いや、流行ってますよ。それ流行ってるって言うに決まってるわけですね。向こう商売ですから。ですから、そのコメントをまとめて、どうでもいいような記事を作って2ページ分書いたわけです。で、締め切りの前の日ぐらいに、それをデスクに渡した。
そしたらデスクが一周するわけです。これ何の役にも立たない記事だし、何も面白くないし、何にも取材してないことがよく分かるから、これボツだって言われて悔しいわけですね。こうしとすればそもそもナティラミスが流行ってるっていうテーマを与えられたことじゃ悔しい。それからしかしそれでも取材して書いた記事がボツになるのも悔しい。なんでこれがボツなんだってことに関していろいろ腐ってたら、先輩の記者が言うわけです。安田さん、全然取材してないよね。いや取材しましたよ。都内各地のイタリア料理店回ってティラミスが流行ってるかどうか聞いてきました。店主口揃えて流行ってるって言うんだから、僕はそれ書いただけじゃないですか。何がおかしいんですか。いやそれがおかしいんだと。そもそもイタリア料理店の店主にティラミス流行ってるかって聞けば、流行ってるって答えるに決まってるだろう。でお前は誰でもできるようなことをまとめたに過ぎないから、それは記事としては全く成立してないんだ。じゃあどうすればいいんですかって裏取りしろって言われたんです。ティラミスの時で裏取りかよと思ったんですね。どんな裏取りが一体必要なんだと。こういったら先輩面白いこと言うわけです。ティラミスの原料ってなんだよ。マスカルポーネチーズです。マスカルポーネチーズって日本に昔からあるのか。知らない。ちょっと調べてみよう。調べてみた。そしたらマスカルポーネチーズっていうのはその頃はティラミス以外には全く使ってないことが分かったわけです。つまりティラミスのためだけにマスカルポーネチーズが日本に入ってきた。じゃあそのマスカルポーネチーズの輸入量っていうのはどういう推移になってるのか。で僕は仕方なく当時日本、チーズ輸出入協会みたいなそういう団体があるわけですね。そこに慌ててタクシー飛ばしていくわけです。で資料くださいと。マスカルポーネチーズの輸入量の推移を調べたい。そうすると1989年前年から急激に伸びてるわけです。右肩上がりになってる。なるほどと。そして担当者の話を聞くと、マスカルポーネチーズはもともと日本には全く用がなかったし、誰も食べなかったし、用途がない。しかしイタリアからティラミスというお菓子が入ってくることによってティラミスを作る人が増えた。だもんでマスカルポーネチーズの輸入量が一気に増えてきたんだということを知るわけです。なるほど。数字の裏取りが取れた。右肩上がりだということをきちんと裏取りが取れた。つまり増えてる。増えてるということは需要がある。需要があるということはこれブームと言い切っていいんだ。そういう結論になったわけです。それで記事を書き直して書いたら、こんなきちんとそれを載ったわけですね。なんてことない記事です。最初に書いた記事と後の記事、何が違うかといったら、そのチーズ輸出入ナチュラル協会のコメントが入っただけ、そこにグラフが入っただけなんだけれども、数字という裏付けがあるものだから、ティラミスが流行っていることがそこで分かるわけです。つまり僕は嘘を言ってないことになる。ブームだブームだし、ブームだって書くのは簡単だけど、なぜブームなのか、本当にブームなのか、そのブームを裏付ける数字があるのかといったことが大事なんだなってことを、大資本大企業と戦うんだみたいに意気込み込んで入ってきた僕にとってみると、そのティラミスの記事でもって僕はいわばジャーナリズムの基礎を学んだんです。だから、スキャンダルとか何だか言っても、しかし僕は何もできなかった。ティラミスの流行ってるという記事一つ書くのにすら僕は何もできなかった。しかしそうした裏取りをするということをもって、僕はジャーナリズムというものがこうした作業を積み重ねることで成立しているんだということをようやく知ることになるわけですね。ですから、今フェイクニュースあるいは、デマといったものの戦いだということを冒頭で言いましたけども、僕は改めて、それは僕自分の仕事を振り返りながら思うわけです。一体報道とは何なのかということ、あるいは放送とは何なのかということ、報道すること、報道する人にとってどんなことを僕らは武器とすべきなのか、今回ニュース常識というのはある意味僕にとってみるといろいろなことを教えてもらったな、そういう気もするわけです。週刊誌でもう一つ思い出があって、実は僕3億円事件の犯人に会ったことがあるわけです。実はね、本当に僕犯人だと思って裏取りができないっていうのはこういうことだったんです。僕は泊まり勤務が大好きだったんですね。あの家族もいなかったし、何もすることがないし、遊ぶお金もなかったんで泊まり勤務を好んでするわけです。で編集部で夜遅くまで残ってる、泊まりですから朝までいるんですね。と大体夜中っていろんな電話がかかってくるんです。8割方はいたずら電話。あの僕がいた週刊誌っていうのは前半後半のページが、いわば当時はヌードグラビアだった。ヘアヌードとか、そう、それを見て浴場した男性がバカみたいな電話かけてくるわけですよ。でそれに相手するっていうのが仕事の半分で、残り半分はたまにネタが転がってくる。で例えば僕はその中でたまたまいただけで僕に力量があったわけじゃなくて、例えば警察官によってわいせつな行為、つまり性犯罪に被害に遭った女性なんかから訴えも来る。でそういうのを記事にしたこともありました。
ですから編集部に寝泊まりするっていうのは割といいこともあったわけですね。そういったネタが転がり込んでくる、ネタを早く掴むということにおいては、でもう一つ、変な電話があったわけです。ある時3億円事件の犯人グループの一味だという人間から電話があったんです。でそれが3億円を取ったんだと、自分たちのグループが、まあこれ実はまだね、可能性としては全部捨てきれてないので、若干ぼかしますけども、ある右翼団体のメンバーなんです。で3億円事件の犯人のメンバーの一人なんだと。で3億円いろんな理由があって取ったんだと。でそのことを今から告白したいっていう、じゃあ会いましょうって話になった。こっちはもう完全遊びですよ、こんなんいるわけないと思ってるし、いたずら電話だと思ったんですが、とは会ってみたら、そういった路上生活者だったんですね。で路上生活者で、まあ、かつてお金があったということをいろいろ言っている。で、うん、面白いなと思いながら聞いてたんだけど、 しかし聞いてるうちにやけに正確なんて話が、隅々が、当時の3億円事件のさまざまな資料を持ち合わせて、こっちは遊び半分で聞いてみるんだけど、日付とか時間とか全部一致するんですね。単なるいたずらには思えない。でこれもしかしたらという気が僕もしてきたんで、その人の証言だけで何か記事ができないかと考えた。まあ、そもそも3億円がどこで埋められてるのかという確信の話だといろいろぼかすんで、非常に面倒くさいことではあったんだけれども、いずれにせよそういう話をして、どん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 進めようとした。その時に先輩記者がストップかけたんです。ちょっと待ってやつだと、お前なんですぐそうやって急ぐんだと。その人本当に自分の頭の中で考えて言ってるのを聞いてくるわけです。その人の言ったことが正確であったとしても、その人が本当に犯人であるのか、犯人グループ一味あるのかって、どういう裏取りを取るつもりなのって聞いてくるわけです。こっちとしては分かんない。だって本人言ってんだからいいじゃないですか、多分3億円の犯人ですよぐらいの気持ちで言うわけですね。で取ったら、まあ、余談ですけども、その時取材グループが3人ぐらいいて、3人で話し合ったわけです。3億円の大体のありかっていうのをなんとなくぼかして教えてもらった。でじゃあ僕らで掘りに行こうって話になった。で3億円取りに行って、見つかったらどうするかって話をして記者たちで、3人で出た結論が、編集長に言わないで3人で分けようと思って、ね、その方がよっぽど幸せな人生だろうと言ってもらって、もういろいろ楽しみもあったわけですけど、まあ、いずれにせよそんなことやっていろいろ話を聞いた。で先輩記者が言うわけです。そこはきちんと裏取りしなきゃいけない。単に日付とか日にちの問題、あるいはファクトの問題だけではなくて、その人自身が自分のことに関して嘘を言ってないかどうか確かめろというわけです。でその先輩記者を交えて、その先輩記者が入ったことによってガクンと取材の質が上がったわけです。どういうことかっていうと、まず3億円がどこで埋めてあるのか、3億円取った時の状況がどうなのかっていうことは聞かない。その人はどこで生まれたんですか、どこでどんな生活をしてたのか、お母さんどんな人だったのか、そういうことを聞くわけです。でそういうことを聞いてメモを取って、そしてその人をその場所に連れていくわけですね。まあ、その人品川区の出身だって言ったんで、品川区のある場所に連れてって風景を語らせる、子供時代の思い出を語らせる。ここに今団地が建ってるけど当時は何でしたか、ここに今ファミレスになるけど当時は何だったのかって、どうでもいいような遠回りの質問をするわけです。そしてその人が、今ここにファミレスがあるけどここに昔靴屋さんがありました、で本当に靴屋さんがあったのかどうか、昔の電話帳を国会図書館に行って広めて調べるわけです。で確かに靴屋さんがある、つまらないことだけど、そうやってピースが埋まっていくわけですね。つまりその人が喋ったことというよりも、その人の人生がきちんと合ってるのかどうかということを、そういった裏取りの仕方をしていく。僕はすごいな、できる記者すごいなとその時思いました。つまりそうした形によって事実関係を一つ一つ突き止めていくというのが私たちの仕事の一つなんだと。で昼前でもニュース女子は何だったかというと、随分時間が来てしまいましたけども、はっきり言うとデタラメだったわけですね。全く何にも取材をしてない、足も運んでいない。でそもそもこれは裁判の裁判じゃない、DPO の調査でも明らかになったわけですけども、レポーターである井上和彦さん、1泊2日の沖縄旅行ですよ。1泊2日でもってどれだけ沖縄を知ることができたのか、何を見たのか、何を知ったのか、何を聞いたのか、何も見てないし何も知ってない、そうした中で番組を作ってしまった。いわばティラミスはブームだろうと思って勝手にブームだって記事を書いた僕と全く同じだし、あるいは3億円事件の犯人が3億円事件の犯人だと言ってることをそのまま鵜呑みにして放送してしまったのと全く同じなわけですね。何の裏取りもしていない、調査もしていない、取材もしていない、つまりこれは報道とか放送とか言われるようなものではないってことです。完全なるデマとフェイクに基づいたどうしようもないインチキ番組で以外の何事もないわけですね。こうしたもののために、しかしインチキ番組を流すことによって問題なのは、インチキがインチキだとして流通することではなく、インチキを流すことによってそこに傷つく人がいて、傷つく地域があって、傷つく社会があるんだということ。つまりこうニュース女子が最大の罪悪は何かとしたら、人間ぶっ壊した、
地域を壊した、そして日本社会そのものを壊したということ、僕はこれは差別の典型的な犯罪行為の一つだと思っています。差別は何がいけないのか、偏見は何がいけないかといえば、私もさまざまな差別問題になるものをたまに取材しますけれども、それは差別される人がかわいそう、もちろんそれもそうなんだ。しかしそれだけじゃない。そうする行為が存在することによって、人間が傷つき、地域が傷つき、社会が傷つくんだということ。ニュース社はそれやっちゃったわけですね。差別と偏見に基づいてやばい、社会をぶっ壊したわけです。このぶっ壊したものを修復するのが私たち社会の役割でもあるし、ぶっ壊したものをきちんと私たちは壊すなと声を上げること、これ以上壊すなときちんと訴えること、これも大事なことなんではないかなと私は思っています。しかしこうニュース女子まだ反省してませんよね。テレビ番組そのものも、あるいは放映元であった、いわば DH テレビ、当時は DH シアターと言いましたけども、そこまで何の反省もしてない。だからまだまだ残念なことでも私たちは声を上げ続けなければならないし、これからもきちんと訴えていかなければいけないなと思っています。しかしこうしたニュース女子的なものというのが今さまざまな形で私たちの社会に、忍び込んでいる。私はですね、今日こうやってお話ししてますけども、今日もね、本当はパソコンを持ってきて、映像をお見せしながらやろうかと思ったら、今朝ね、私のパソコンが急に再起動を繰り返すという意味不明の病気になって変わってしまいまして、ね、で実はね、去年年末にもここでまた違う沖縄の集会があって、そこでも私呼ばれてお話ししたんですけど、その時もね、映像を出そうとしたら同じ症状があって、でそこが治ったんで安心してたら今日もまたなってしまったって、なんかとっても沖縄のことやるのが嫌なみたいで、うちのパソコンがですね。ただ考えてみたら、それって映像とかに逃げ込まないできちんとお話しすることが大事じゃないかなと思ったんですね。パワーポイントでお見せするのもいいんだけど、パワーポイントが楽なんですね、映像見てもらえるから。その代わりこうやって口頭だけでお話しすると僕のことしか見てくれないもんですから、こっちもやっぱり緊張感があるのできちんとお話しちゃいけないなという独特の緊張感があるので、今日はそのまま行かせていただきますけれども、そんなパソコンオンチな僕がネットテレビやってるんですね、今ね。でこれは僕以上にきちんとパソコンができる野間康道君という君と一緒にですね、ノーヘイト TV っていう、ネットの中継番組を、月に2回やってるんですけども、そこで毎年年末一番最後の回になる必ず系統を決定戦というのをやってるんです。これはその1年間で誰が一番ヘイトだったのかということを、ベスト10って言わないのかな、ワースト10、つまり、ヘイト王を決定するための、番組やってるんですね、毎年年末に。ちなみに2017年、一昨年は、ヘイト王誰に輝いたかというと、沖縄ヘイトオールスターズってのがいるんですよ。でこれ誰かというと、いろんな人がいたんだけども、2017年も第1位に輝いたのは沖縄ヘイトオールスターズって言って、さっきもちらっと映像出てましたけども、テドコンさんとかガラハさんとか篠原明さんとかで、ケント・ギルバートとかですね、そういった人々まとめて、僕らは一人一人バラ売りするんじゃなくてまとめてやってしまった方がいいんじゃないかと、でまとめ売りして、この人たちを沖縄ヘイトオールスターズと呼んでですね、この人たちが第1位に輝いたんですね。でこの1位に輝いた人々というのは当然ながらこのニュース女子のこの番組そのものを擁護し宣伝し、そしてこれに、抗議する、者たちにですね、をずっと中傷してたグループなんですけども、これが2017年の系統に輝いた方だった。じゃあ昨年末、つい1週間前ですけども、この放送で2018年の系統に輝いたのは誰だったのか、10位からずっと発表してたんですけども、1年5位がですね、やっぱり沖縄なんですね。5位に輝いたのが沖縄の知事選でもってデバを飛ばした人々、これが5位。第4位が弁護士の懲戒請求をやった人たち、これが第4位。そしてヘイト王の第3位が入管、それからヘイト王の2位がですね、ネトウヨバン祭りして、やっぱネトウヨ動画をバンバン上げてバンバン消された人々、この人たちが第2位に輝いた。で第1位がもうここまでくらい皆さんすぐ分かると思うんですね、2018年この人の話題なくして何もなかったのが杉田水脈さん。で杉田水脈さんが2018年の輝ける系統の第1位になったわけです。で考えてみると2017年、沖縄系統オールスターズの中にも杉田さんいたわけです。で2018年末の系統は今度は杉田さん単独で受賞されたということ で1回目はグループ受賞だったの、今回単独受賞というつまり2冠に輝いたわけですね。でこれが杉田さんだったわけです。ただ私もね、この杉田さんに関しては直接取材を試みたこともありますし、いろんな思いはあるんですけども、やっぱりね、正直言うと許せないっていう気持ちが非常に強いわけです。これ笑って話していることじゃないだろうなと思っているのは、僕は今でも忘れない光景があるんですね。
これは2017年、つまりこのニュース女子が行われた直後に、この杉田水脈さん、それからダナハ雅子さん、ケント・ギルバート、こうした人々が、プレスセンターでもって記者会見を開いたんです。で、これどんな記者会見かというと、報道弾圧を許さないという記者会見だったんです。報道弾圧は何か、つまりニュース女子に関して物言う、ニュース女子が非常にダメなことだとずっと我々主張してきたけれども、そうしたことに関してこれは報道弾圧だと、そう強調したわけですね。で、そうした人々が、プレゼンターでもって記者会見を開いた。で、その時にやはり、まあ、とんでもない発言がいっぱい飛び出してくるわけです。例えば主催者の一人である奈良浜雅子さんは、この高井に常駐する約100名、当時は、まあ、高井が、ね、非常に多くの反対運動参加されている方が、高井にいろいろ集まってましたから、その沖縄の高井に常駐する約100名の活動家のうち約30名が在日朝鮮人であると会見でそう答えたわけですね。それからもう一つ、在日朝鮮人たる新須郷氏に、新須郷さんです、今日この後お話に出るかと思いますけども、在日朝鮮人たる新須郷氏に愚弄されるいわれなどない、こういう発言をした。それから、ケント・ギルバートは、反対運動に金を出しているのは中国だということをずっと強調していたわけです。で、ちなみにケント・ギルバートさんというのは、私も本を出している講談社からですね、なんか新書を出して、まあ、今50万とか60万とかいっぱい売れてるわけですけども、その中には沖縄についてくれてることもあるわけですね。一貫して沖縄の反対運動を裏で操っているのが中国であるということを繰り返し述べられている。そして、杉田水脈さん、この方もマイクを持ってこう言ったわけですね。やっぱりこの方も杉田さんも反対運動の背後に中国がいるということと、それから、大阪の愛林地区、やっぱり寄せ場労働者が集まっているところですね。この寄せ場労働者が集まる愛林地区から日雇い労働者をリクルートして辺野古や高井に連れていると杉田さん。で、これ共通するのは、全部デタラメだということです。記者会見の場で全くのデタラメを述べているわけですね。つまり奈良さんが言っている100人中30人が約在日朝鮮人、ありえないし、いてもいいんですよ、だって何も問題はない。しかしありえない話であって、それは辺野古でも高井でも現場に一歩足を踏み入れれば誰でも確実にすぐに分かることです。しかし分かることをやらない、言わないのは言ってないからですよ。言ってないし調べてないし見てないし聞いてない、つまり彼女の目の中に入っているのはネットの中だけの文言なわけです。それだけでもって記者会見を開いてしまうというところが、彼ら、彼女らの流儀の一つである。それからケント・ギルバートさんに関して言うならば、反対運動の金が中国、ごめんなさい、反対運動に金を出しての中国だって一体どこにその証拠があるのかで、僕は聞いたんですね。実はその日私来てあげたんだけど、質問答えてくれたのに刺されないわけですよ。安田と野間はダメだって言われまして、質問するのはだから終わった後に囲みというか直接行って、直接当てるしかなかったんですけども、ケント・ギルバートさんに聞いたわけです。反対運動の中国、これ一体論拠はどこにあるんですか。そうするとケントさんは、いや、そんなのあなたが調べることはって言われたんで、まあ、そうかもしれないしかないな。で、なおかつこういうふうに言ったんですね。いわゆる辺野古基金というのは中国の金で運営されているということなんです。で、実は辺野古基金に関してはその時もそうだったし、それから、最近も僕はその中国絡みの話題をちょっと記事にしたものですから、辺野古基金に直接取材申し込んで話を聞いたんですけども、中国かとか、その国際送金のややこしさってことをケントさんは知らないわけですよ。今国際送金がどれだけややこしいかということを、簡単に口座にですね、外国からお金振り込むことって今できないんですね。私ある国の雑誌に、毎月1回ついこの間までコラムを書いたんですね。で、1回の原稿料が日本円で1万5000円くらいだったんです。その1万5000円が毎月1回私の口座に振り込まれるんですけども、その振り込みの手続き、まず最初に手続きするときが大変だった。自分が本当にライターなのかどうか、それが本当に原稿料なのかどうか、振り込んでくる相手は本当にメディアなのかどうかってことをきちんと銀行からものすごい調査されるわけです。で、調査やっても毎月定期的に振り込まれてきても、振り込まれる前に必ず銀行から電話があるんです。あなたに明日1万5000円が口座に入る予定になってますけども、確実にこれはあなた宛ての原稿料なのかということを確認してください、必ず電話があるんです。そのぐらい今国際送金でややこしいんですね。中国が何百万とか何千万とか何億とポンとその口座に振り込むなんてことできるわけもないし、
ちなみにヘロク基金でもっても何人か外国人のからの入金というのは確認取れてるんです。全部ヨーロッパとアメリカの方です。中国から一件もないんですね。でそうしたことをでも調べれば分かることを調べないのはこの人たちであって、でましては杉田亮さんがおっしゃってる大阪の愛知地区云々みたいな話は全くのガセもいいところでしょ。あるいは愛知地区の労働者がヘロクに座り込みって何の問題もない、何の問題もないのにかかわらず、あたかもそれが問題であるかのように強調するというのがやはりこの人たちの、作法の一つでもあった。しかもそれが非常におどろどろしい形でもって宣伝を見加担する、僕やりきれない思いでその会見を見てたんですね。でしかし、まあ、考えてみたらこの会見、まあ、やってきた人々というのはこの DHC を擁護するために集められた人ですけども、しかし皆さん考えてみたら DH ってひどい会社じゃないですか、もともとが。まあ、今日も DHC の吉田会長に関して今日ビラを配ってらっしゃった方もいらっしゃいましたけども、この DHC の会長の吉田さんってそもそも自らのブログにどんなことを書いてたのか、ブログじゃないやホームページですね、DHC のホームページで自身のブログを、掲載してたわけですけども、そこに何を書いてたのか。この方こういう方ですよ。日本には驚くほどの在日が住んでいます。エセ日本人、なんちゃって日本人です。こういうこと書いてるんです。それだけじゃなくて母国に帰っていただきましょう。これが DHC のトップである吉田さんの言葉なんですね。でこうした会社で作られたものが大体どういったものができるのかっておよそ想像がつくかもしれませんし、今この DHC やフランティアニュースルーシーだけじゃなくてドラマもテレビとかその辺やってるわけです。でこれがいかにしょっちゅう去年はなんか何回か安倍さん呼びましたよね。でそういう形で政権の近さっていうものをアピールしながら、しかしこうしたヘイトに加担してるってことは非常に僕は許しがたいと思ってるわけです。で僕はもう許しがたいと思ってることの最大のポイントは何かって言ったら、この手の番組ニュース女子もそうだったんですけど、非常に気に入らないのがいつも笑ってることです。僕は最初にこのニュース女子の問題を取材するときに沖縄に飛んでさまざまな方にインタビューしたんですけども、真っ先に返ってきた言葉は怖かったですね。何が不愉快だったか、もちろんデマが不愉快であるし、事実と異なった、言葉が出回っていること、流通していること、それを主張されていること、これに腹立った。しかし何よりも腹が立ったのはみんな笑っていることですというコメントを僕たくさんの方からいただいたんですね。とにかく笑いながら沖縄を中傷している、笑いながら基地の反対運動に参加している人を誹謗している、これがやっぱり許しがたい、そういった話を聞いて、僕もそうだ、この不愉快の原因は何かっていうのはこの笑いだなと思ったわけです。この笑いということであれば、二冠に輝いた杉田水脈さんですね、平等の。で、この方もやはり僕は、去年とっても印象に残る番組があったんですけども、これもある、右派系の、保守系の、ネット番組だったんですが、性被害に遭った伊藤詩織さん、この方を笑いのネタにしている番組があったわけです。これどういうことかというと、伊藤詩織さんという名前を出さずに伊藤詩織さんにそっくりな絵をかイラストをですね用いて枕営業と言った。つまり伊藤詩織さんは性被害にあったのではなく枕営業に失敗しただけの話なんだということを主張された。でその時に膝を抱えてゲラゲラ笑ってたのが杉田水脈ですよ。僕はこの瞬間に何が嫌かなというのは、この伊藤詩織さんに対する中傷というよりも笑いながら中傷していることが何よりも腹が立ったわけです。今日の琉球新報でもって僕のコメントが出て、まだ引用左前にあってるんですけど、僕も笑いながらヘイトをするなってことを実際琉球新報に僕はコメントで答えたら、今朝の琉球新報に載ってましてね、それをもとに、いや安田ってお前笑いながらヘラヘラしながら攻撃してたのみたいなことをネットに書かれてるんだけども、で僕が言ってる笑いっていうのは、真剣に生きてる人間、そして人間の存在を訴えてる人々、そして今自分がこうして苦しんでるってことを真剣に訴えてる人々を笑い飛ばし、しかも差別するというその行為そのものが許せないわけです。僕は差別しながら笑いを伴ったのって本当大嫌いなんですね。で考えてみたら、この沖縄に関しても同じです。今でも忘れないのが2013年の1月ですね。当時、まだご健在だった小長さん、小長さんがですね、当時沖縄、ごめんなさい、那覇市長だった。で那覇市長と沖縄さんを先頭にして、もう何度もお話しましたが、憲白書を持って、オスプレイ配備反対のデモ行進を東京でやるわけです。沖縄中から、様々な首長、それから県会議員など沖縄出身の議員が集まってですね、当時那覇市長と小長さんを先頭に銀座を練り歩くわけです。でその時に洗礼を受けるわけですね。本土のヘイトデマ、ヘイトの、つまり沿道に陣取った、当時在特会とかその系列のグループからですね、沖縄県民は非国民、バレ国道、そうした罵声が浴びせられる。僕もその場に取材にいたんですけども、何が嫌だって、
連中笑いながら罵声飛ばしてるわけです。でこれはさまざまな形でヘイトでも差別でもですね、何度も見たことがある人だったら十分に理解いただけると思うんですけども、例えば何とか人死ねって言いながら V サインするやつって珍しくないわけですね。何とか人死ね、何とか人殺せ、何とか人出ていけ、そう言いながら彼ら彼女はいつもピースサインをしたり、あるいは笑って手を振り上げる、そうした風景をずっと見てきたわけです。同じことを辺野古でも見てきた。辺野古では一昨年、去年と立て続けに在特会、今在特会はほとんどないに等しいから、なんか日本第一党というんですか、在特会の後継団体が辺野古のいわばテント村を襲撃しに来てるわけですね。桜井誠を中心としてさまざまな人物がわーっと訪れて、そして、辺野古のあのテントを壊したり、あるいは恫喝を加えたりしてるわけです、中にいる人で。僕もそばにいたんだけども、笑ってるんですよ。辺野古は臭いと言ってみんなで大笑いするんです。ジジイが臭いと言って大笑いするわけです。ここは年寄りの吹き溜まりだと言ってみんなで大笑いするんです。やつら怒ってんじゃないですよ、笑ってるんですいつも。だからもし余計に腹が立つわけです。ここで彼らにとってみると、ヘイトはただの娯楽でしかない。その娯楽のために彼らは辺野古まで足を運んで、そして臭いなの、年寄りなの、ジジイだの、ババアだの言って思いっきり罵声、罵倒を投げつけてくるわけです。はっきり言います、沖縄は奴らの道具じゃない、遊び道具じゃないわけです。あるいは在日コリアンも、さまざまなマイノリティも、奴らの娯楽のために存在するわけじゃないわけです。この社会で生きていくために必要な人々であって、そしてこの社会で一生懸命生きてるわけです。そしてその存在を彼らは否定するために笑うんです。ひたすらただ笑い、笑い続ける。在日コリアンも、さまざまな外国人も、沖縄も、笑うことによって誹謗し中傷する。まさにこれ、笑いが暴力そのものですよ。これを暴力を駆使しながら彼らは人間を傷つけ、貶め、嘲笑って、ただただおぞましい光景を繰り返している。この差別と偏見に基づいたこの下品な笑いというものを僕は絶対に許さないと。彼らのストレートな差別の言葉、もちろんそれも絶対許しがたい、許しがたいとか許せない、これもきちんと対抗しなくちゃならない。しかしこの笑いっていうのは非常に卑怯なんですね。なんで卑怯かというと、笑ってる人間に対してのカウンターってすごく難しいところがあるわけです。例えば今日の琉球新報でも僕のコメントの後に、さまざまな方がいろいろコメント載せてるんだけども、この笑いの強さってあるんですよ。僕も実は正直と笑いで好きなんですよ。笑うことは大事だと思ってるし、お笑い番組も好きだし、人を時に茶化したり、あるいは、笑いでもって今日を乗り切る、明日も乗り切る、昨日を振り返る、そんなこといくらでもあるわけです。笑いというのは人間にとって大切なものであり、時にエネルギーもあるわけですね。しかし笑いが時に暴力になる。そしてこの笑いが強いのは、きちんと反論した時に、何そんなにムキになってんのって言える強さなんですね。こちらが真面目に反論すれば反論するほど、例えばこのニュース誌の関心もそうでしたね。きちんと真面目に反論しても、どれだけ人々が時に涙を浮かべながら、時に苦痛を感じながら、時に本当に心の中に憤りを燃え上がらせながら反論したとしても、いつも笑ってるじゃないですか、この人、番組でも。そしてこれを支持する人々は必ずこういうわけです。いや、何向きになってんですか、そんなに向きにならなくていいじゃないですか。つまり我々の憤りを、悔しさを、涙を、笑いでも全部無効化しようとしてるわけです。これは断じて僕はやっぱり許せないと思う。どれだけ真剣に怒ろうとも向こうは笑いで返してくる。これだけは僕はこの彼の時は絶対断ち切らなくちゃいけない。じゃあどうしたらいいのか、怒り続けば知らないと思うわけです。真剣に怒るということ、この笑いに関しては徹底的に奴らの笑いが消えるまで怒り続けること、僕はそれがとても大事なことじゃないかと思ってるんです。そして彼らはその笑いの材料に在日外国人だったり、在日朝鮮人だったり、そういったマイノリティを持ち出したり、沖縄を持ち出したりすることによって娯楽をしようとしている。その娯楽じゃないんだということを繰り返し訴えなければいけないなと僕は思ってるんですね。そういうことを思った原因の一つはね、例えば彼らは番組の中でも新須子さん、今日も後半にお話が出てくるか、そこに譲りますけど、詳しくは新須子さんが在日朝鮮人ってうんぬんという文脈でもってひたすら笑いの対象にして、それだけじゃなく、私が冒頭申し上げた記者会見でも、シムソンさんが在日朝鮮人のくせに日本社会に物を申すとは何事だ、そういう文脈でもって批判しているわけですね。だからこそ、シンさんは、この番組を、まあ、今も裁判もやってますし、この番組に関しては BPO の、人権の方で申し立てをした。
これ去年の3月ですね、ようやくこの人権、の問題ですね、新相さん放送倫理、あのこの BPO の相談放送人権委員会ですね、放送人権委員会をもって、人権侵害があったと、そういう、勧告が出されていたわけです。いや、もう新さん勝利だったわけですけども、その後の記者会見が行われた。でこの記者会見の時に、新さん何をおっしゃったのか、もう実はその場にいて、やっぱり流れてくるのを抑えくることができませんでしたよ。新さんこうおっしゃったわけですね。このね、ニュース女子に関しての番組もそうなんだけども、こうしたものは皆さんにとっては数多くの情報の中の一つかもしれません。でもそれは私や出自の異なる人たちにとっては大変重い情報として届きます。日本社会の中で生きていて語れる相手もなく、自分の出自を学ぶこともできず、震えている子たちが目の前に浮かびます。その子たちにごめんなさいって伝えたいです。本当に下手な朝鮮人の大人で申し訳ない。あなたたちを守れなくて本当にごめんなさい。だけど頑張るから絶望しないで。日本には両親があるから、そして両親を持った人たちがまだたくさんいて、あなたはまだ出会ってないだけだから、だから絶望しないでください。そしてごめんなさい、もう少し頑張るからとお伝えして皆さんにお礼を申し上げた。こういったわけです。つまり様々な差別の被害に遭っている人、こうしたニュース女子などの番組で傷ついた子どもたちと、そうした人々に新さんはごめんなさいと謝ったんです。下手な朝鮮人で申し訳ない、でも私たち頑張るから、で日本社会の中にもいい人がいるから絶望しないで、こう言ったわけですね。僕はその言葉を聞いた瞬間、まず最初に新さんに腹が立ったわけです。なぜ謝るのかって話です。被害者がなぜごめんなさいと謝らなくちゃいけないのか、被害者がなぜそこでもう少し頑張るからって宣言しなくちゃいけないのか、謝るべき相手は全然違うじゃないですか。今そこに謝らなければならないのは誰なのか、言うまでもないですよ、この連中ですよ。しかしここで審査謝ったんです。ごめんなさい、子供たちに何もできなくてごめんなさい、でも絶望しないで、私頑張るから、もうやめましょう。そういうの私たちは審査が謝るような社会を作ってしまったんですよ。しかしそれ絶対僕はいけないと思ってる。少なくとも謝るべくは審査じゃない。そして審査がごめんなさい頑張るから、審査頑張らなくていいです。もう今本当に頑張らなくちゃならないのは、この番組を見て、あの番組を見て感じた、あの番組で憤りを感じた全ての人々こそが頑張るかなって言わなきゃいけないと思ってるわけです。私たちはマイノリティに責任を押し付け、で当事者が前に出ることによってどっか安心してる部分があったんじゃないかなって常々思います。当事者が立ち上がることによって社会は変わるかもしれない。大事なことです。当事者を置き去りにしちゃいけない、置き去りにしてはいけないんだけども、しかし本当に立ち上がらなくては誰なのか、本当に謝らなければならないのは誰なのか、本当に立ち上がって絶望しないでって語りかけなくちゃならないのは誰なのか、多数が出る我々ですよ。つまり日本社会の中で何ら傷つく必要のない、傷つく心配のないのは誰なのか、これはこの日本社会の中のマジョリティです。特に男ですよね、男性、日本社会の中で日本国籍の日本人男性こそが何ら傷つく必要がないんだから、僕は立ち上がってきちんと声を出していかなきゃいけないと思うんです。なぜ審査がごめんなさいって謝らなくちゃならないのか、なぜ新さんが絶望しないで私は頑張るからと決意しなくちゃならないのか、僕はもうマイノリティが先頭に立って決意をし謝り、そして絶望しないでと語りかけるの社会は終わりにしなくちゃいけないと思ってます。言うべきは私たちです。ここにいる私たち、少なくとも私が、そして何らかの発言の回路を持った人間こそが絶望するなということを繰り返し訴えていかなければいけないんじゃないかなと思ってるわけです。よく私もね、あのこの沖縄の問題に関して全く市の集会に持っていろいろ議論になったことがあったわけです。これはメディアの集まりだったんですね。そのメディアの集まりでもって、こういう話をしてたら、ある著名な評論家がこう言ったわけです。いや安田さん、沖縄の問題よくわかる、沖縄問題っていうのは非常に深刻だってことはよくわかるよ、しかしね、沖縄の当事者がこういうところでもっとどんどん発言して苦しさを訴えていかないと我々もよくわかんないから、わかりやすい言葉で当事者にどんどん訴えてほしいんだよねということを言った。で僕はその時に反論してちょっとした口論になったわけです。いろいろ間違いがあると思ったんです。なぜならば沖縄問題って言葉を使ったことに関して僕非常にやっぱカチンときたわけです。なぜ沖縄問題、これ沖縄の問題じゃないんですよ。
これは日本社会の問題です。沖縄に問題が何かある、沖縄の問題を変えてる、その通りなんだけども、しかし沖縄が問題なんじゃない。問題なのは、つまり問われてるのは日本社会全体なんだということ。つまり沖縄の基地問題っていうのは沖縄だけの問題ではなく、この日本社会に住んでる全ての人々にとっての大問題であるということ。まずその辺が完全に僕たちがなと思った。それからもう一つは、当事者の前でって訴えなくちゃいけない。その通りです。それも必要だと思います。しかし今本当にきちんと語りかけなくちゃいけないのは誰なのか、きちんと主張しなければならないのか、ならないのは誰なのか、それは当事者ですじゃないんですよ。やっぱり私たちじゃないでしょうか。当事者だけに押し付けず、今日本社会に住んでいる全ての人々が、特に沖縄県内の人々こそがこうしたヘイトに関して許さないなということ、ニュース女子のインチが許さないなということ、沖縄を貶めるようなロジックを、沖縄を貶めるような言説は許さないなということを繰り返し主張していかなければならないんじゃないかなと思うわけです。そうしなきゃ世の中変わらない。僕らはもう当事者だけに頼って、当事者の苦しみを美化して美しい物語を作って、それで沖縄をかわいそうだからみんなで守ろう、そうした運動ではなく、私たちの社会にこれ以上分断と亀裂を持ち込むなってことを繰り返し訴えていくことが必要なんじゃないかと思います。それは沖縄の人のためでもあり、そして何よりも日本社会のためであり、私たちが住んでいる地域のためであり、私たち自身、そしてこの社会に住んでいる全ての人間のためだと思うわけです。私は差別問題的に繰り返し言うわけですね。差別がなぜいけないのか、偏見がなぜいけないのか、冒頭でも言いました、人間を壊すから、地域を壊すから、社会を壊すから。だったら私はもっと声を大にして言うわけです。沖縄に関わるさまざまな問題、基地問題もそうだと思うわけです。これを中傷すること、あるいはここにデマを飛ばすこと、フェイクニュースを投げること、これは間違いなく人間を壊し、地域を壊し、社会を壊すことなんだということ。私たちは壊されたものを修復する義務があるし、権利がある。だからこそ絶対に許さないんだということを繰り返し述べていかなければいけないんじゃないかなと、私は強くそう思うわけです。つまり審査にもうごめんなさいと言わせない社会を作るために私たちが何ができるのか。これはフェイクニュースとの戦いであり、差別との戦いであり、偏見との戦いでもあるなと私は思っています。そしてそうした温度を持った人が、体温を持った人がこれだけ今日も集まっている、この寒い中でこうした人々が中心となってどん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 こうした輪を広げていったらいいなと思うわけですね。あの沖縄で今県民投票がさまざまな議論も行われています。でこの県民投票どうなるか私たちは見守るしかないわけですけれども、しかし今確実にこの問題、多分ニュース女子の問題も今日ここにいらっしゃる、皆さん、つまり川名さんを中心とする方々が立ち上がらなければ、もしかしたら何事もなく終わったかもしれない。ネット上でもってひどい番組が流れたなんて終わったかもしれない。しかし一度立ち上がる人がいて、 MX の前で寒い日も暑い日も立ち続ける人がいて、そして僕は何か社会が動いていったんだと思います。何か人間が一歩動いた時に、体を動かした時に、確実に社会というのはやっぱりそれを連動して動いていく。あのローザパークスなんてたった一人で白人が座られる座席から動かなかった。多分あの時ネットがあればローザ犯罪者 WWW みたいなこと書いたでしょ。しかし彼女は動かなかった。当時の概念から言えば犯罪に近いことだった。しかし遭遇することによって社会は変わっていったわけですね。たった一人の判断が、たった一人の意地が、たった一人の反骨が、たった一人の主張が社会を超えることもある。ローザ・パークスのたった一人の犯行が公民権法なわけです。そしてアメリカ社会を変えていった。ここでもやはり戦闘になって戦った川名さんはじめスタッフの方々が、しかし MX の前で立ち続けたことによって少しずつ社会も変わった。ニュース社がいかにヘイトな番組かということも知られるようになった。何も取材をしない、どうでもいいような言説でまとめられたフェイクニュースだということが世の中に知れ渡るようになった。大事なことじゃないかなと思います。私たち一人一人が訴えていきましょう。もう新総裁に謝らせるようなそうした社会ではなく、私たちがもう謝らなくていいからね、絶望しなくていいからねってことを語りかけるような社会を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。40分経ちました。これで終わらせます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日後ろ受付のところに安田小一さんのご著書で、沖縄の新聞は本当に変更しているのか、こちらをお売りしています。定価が1400円で、本日は消費税の方をサービスさせていただきますの で、 終了後もお時間取ってますので、終了後でもゆっくり見ていただいて購入いただければと思います。では私どもの方の沖縄への偏見をある放送に許さない市民有志から経過報告の方させていただきます。よろしくお願いします。
どうも皆さんこんばんは。寒い中本当にこちらまで足を運んでくださってありがとうございます。皆さんの力を持って、MX の方は放送終了になり、そして今年の8月に、不十分ではありますけれども、お詫びと反省の文言を引き出して、今 MX テレビのホームページを開いたら、探せばこのニュース女子についての MX の見解はちゃんと見ることができます。そういう意味で一つ私たち成果を得たと思いまして、 MX への講義は終了いたしました。本当にお疲れ様でした。ただし今日ここでまだ終わっていないという副サブタイトルがついているんですが、なぜ終われないかということで、どんなことをこの間毎週とか隔週で集会やっていた時にはそこに来ればどんなことをやってるかということを皆さん分かっていただけたと思うんですが、最近はFacebook と Twitter の方で発信してますけれど、あとは、メールをつながっている方はメールでご連絡してますが、そうでない場合はなかなかお伝えできないので、どんなことをやってるかということで、どのようにこれからも共に戦っていこうと思っているかということを、つながりを強めるという意味で、お話をしていきたいと思います。で、先ほど最後の方でフロアの方からの発言というのも、たくさんつながり、関係のある行動が増えているので、そういった方たちの発言を得て、いろんなことが有機的に絡まっているんだ、共に取り組んでいかなければいけないんだということを伝えたいために、フロアの方からの発言も含めて全体にこう立体的にこの問題が見えるようにしていきたいと思っています。たくさん実は私15分なんですけど項目がありまして、MX は終了しました。そして DHC テレビの方はまだ放送が続いています。そして、全国の19の放送局で、まだニュース女子が放送され続けています。それから、そのことを まず中心にお話しした後、関連している行動として、新須さんが THC と長谷川幸宏さんを、名誉毀損で訴えている裁判があります。そして、連帯労組、関西生コン支部をニュース女子が誹謗中傷して2回にわたって誹謗中傷したという事件が昨年秋に起こりまして、そういった意味で新たなニュース女子問題が起こっています。そしてあとは沖縄に警視庁機動隊を派遣した住民訴訟が今続いてまして、でその、東京側被告側の、準備書面にニュース女子で、話されているようなデマのようなものが派遣の根拠、正当性を示す根拠のように書かれている、そういった意味でも関係があります。で、後半お話したいのは、今沖縄の方で民意が示されているのに、政府が強硬的に土砂を投入していますね。で、それについてこれも沖縄差別の、典型的な表れである私たちも黙ってはいられないと思って、凱旋行動を起こしています。そういったことをお話ししていきたいと思います。すいません、前置きが長くなってしまいました。でビニール袋に入っているんですが、この中の白いものを見ていただけますでしょうか。これの、ニュースレターというのをこう作り始めて、まだ創刊1号しかできてないんですが、これを作りました。で、この後ろ側に、MX に対して、終了、報道終了しますということの、宣言文が来まし、宣言文が書いてあります。まだご覧になっていない方がいましたら、だいぶ前からこれは9月かなお渡ししてるんですが、もし見ていない方はこういった形で私たちは MX に対してとりあえずは報道終了しましたという解説を書いております。それから、1年半以上にわたる行動の軌跡、それからその後にも、寄稿の依頼などをいただきまして、書いてるものがあって、どんなことを発表したりしてるかっていうのをこの真ん中の見開きの中でまとめてありますので、これはご参考まで見てください。で、そういう意味で MX の方はそういった感じなんですが、DHC につきましては、この黄色い解説チラシというのがありまして、見た目は前からお渡しているのととても似てるんですけれど、実は
MX テレビニュース女子ここが問題だったのが今 DHC テレビニュース女子ここが問題というふうにタイトルを変えてます。でまだまだ終われてないよということで中身と一番最後のページまで新しくしてますのでぜひ前からもらってるよというだけではなくて見ていただければと思います。で DHC に対しては何が問題かといえば本当でしたらニュース女子を作るべきではないんです。テレビ会社が作っているのであれば BPO に、重大な放送倫理違反があったと言われれば全ての番組が放送を中止しているのにもかかわらず、DHC は BPO を言論弾圧だというふうに言ってそして制作をやめていない。でこれは本当に許しがたいというか制度としての漏れが、あるということとして考えざるを得ないですが法的には罰せられないけれども普通の企業であれば倫理的にそんなことはできないはずです。でも DHC は残念ながら会長の方が、自分たちのホームページでデマやヘイト発言をしてはばからないような本当にそんな企業があっていいのかって思うようなところがありましてこれについて詳しく後でフロアからも発言していただけると思うんですけれども、そのちゃんとした企業であれば決して私たちだってそんなふうに言いたくないですが、デマとヘイトのカンパニーと私たち言っているんです。 DHC の頭文字を取ってですね、とにかく少なくとも政策を中止してほしいということを申し入れしています。申し入れというか申し入れはすいませんしていない。なぜかというと DHC がスラップ裁判を起こしていて私たちに、例えば何千万とかって損害賠償をされたりするとちょっと困るなという育児なしのところがありまして DHC に対しては不買運動としてタグを配っています。でアクションキットってこの中にタグが入っています。で、この後例えば DHC 前で抗議行動をいろんな大きな枠組みでやろうっていう話もちらほら出てはいるのでそういったことは市民有志だけではなくてもうちょっと強い取り組みとしてやっていけたらという構想はありますが今まだそういうことはできていません。で、でですね、具体的に、実質的なことで取り組みでご報告したいことの一番大きな要は地方局の放送についてなんですが、ですね、地方局でまだ放送を続けている局がこの緑の裏のところに一覧表になっています。でこれプラス、熊本と岐阜放送が加わって19局になっています。この2局は去年の秋からこともあろうに新しく放送を始めてるんですね。こうやめるのが普通だと思うんですけれど新しく放送を始めたとこさえある。で、私たち今日ちょっと会場に来れなくて残念なんですが一人の市民有志の方が、個人で全ての局に電話をして、どんな反応だったかというのをまとめてくれました。でそれが冊子状になっているこの中に、報告としてまとめてあります。最初のページをちょっと開いていただけますでしょうか。で1から19まで全ての報告を載せています。でこの星印1つっていうのは電話やり取りさえもオペレーターからその先をつないでくれないという局でした。 MX の場合ですと、ほとんどこれに当たります。最初のうちは編成局の方でやり取りできてたんですが後半になったらもう私たちを全く申し出書さえも受け取らないっていうような態度に出られまして、星印1なところなんですが、そういった局がいくつかあります。そして、電話やり取りには応じて一応その担当者と話しましたとか担当者につないでくれました。だけど、で私たちは会って話を聞いてほしいというふうに言っています。というのが、私たちは知っていることがあって皆さん地方局だしニュース女子問題のことをご存じない場合もあるでしょうから会って説明させてくださいというふうに申し入れをしているんです。で、それについて拒否をされてしまったっていうのが星印2つの局です。で、残念なことに面談に応じてくれたのは、19のうち2つは秋からですからこの17が中心なんですが、応じてくれたのは3つの会社だけでした。で、本当でしたら全ての会社が面談に応じてくれて当然ではないかという立場なんですがそういう意味ではその3つの会社なんですが
誠意があるなと、そういう意味では最低限誠意があって答えてくれた会社ではあります。で、4つ星っていうのは特にないです。で、5つ星は放送中止を決定してくれたら5つ星をつけたいんですが、まだそういった局はありません。 MX だけ放送中止をまあ決めましたが、 MX の場合は放送したならない番組を放送しましたので、あの番組を放送したのは MX だけなんですね。で、次のページを開いていただきますと、その面談に応じてくれた放送局についてどんな反応があったかということをまとめてあります。で、左側のページは石川テレビで、右側の方が大分放送と佐賀テレビです。で、まあ、ちょっとその発表する時期が違ったんで、左と右と書式がちょっと若干違いますけれども、まあ、私たちの主張としては、先ほども繰り返しましたが、放送してはならないものを放送して BPO に指導されたのに言論弾圧だと言われている。で、それを一個一個は交差してるから問題ないなっていうのが放送継続している局の言い分なんですけれども、そうでしょうかと。で、その企業としての姿勢として、そういう会社のものを作っている、あと番組の名前も変えないで流しているということに問題があるのではないか。で、それはヘイトやデマに対して加担していることにもなるのではないか。あと BPO というちゃんとした体制で意見を言っているのに、それを意見を弱めるような行為になるのではないですかって、自分の首を絞めるようなことになるのではないですかというふうにお伝えしました。ただそれぞれの会社が、まあ、自分の職権の範囲で言えばそれ以上のことは言えないと。で、上部には伝えます。で、自分たちは矜持を持ってちゃんと交差していますから大丈夫なんですというふうに、まあ、ギリギリ自分たちが言える範囲の中でしっかりやってますよと伝えたいという気持ちは分かりました。ただ私たちが言っていることについても、まあ、人によっては、まあ、分かるけど今その自分の立場では何とも言えないなという苦い辛いその中をしている人もいました。なので、持ち帰ってちゃんと検討していただければありがたいなと思います。で、この報告文を見てですね、ぜひ皆さんもアクションハガキというのを入れてますので、どこか一つでも結構ですので、意見を書いて送っていただきたいと思います。というのが、このあった会社も言っていたんですが、そういったクレームをつけられるっていうのは私たちぐらいしかいなくて、他は誰からも聞いていませんというんですね。ニュース女子問題って、まあ、首都圏で言えばある程度問題広がったかなと思っていますが、地方ではほとんど知られてない。だから何の疑問もなく、皆さん見てるわけですよね。で、そういったことは問題がありますよということを知っている私たちから発信していかなければいけないなと思っています。で、その後、関連報道については先、この後新さんの裁判のこと、関西生コンの件は、それぞれ登壇していただいてお話ししていただきますので、そこでお願いします。で、フロアから住民訴訟と、あと DHC を訴えて裁判されている沢藤弁護士さんっていらっしゃるので、フロアから後ほどお話ししていただきたいと思います。で、私の方で、あとはその具体的な、MX 前ではない沖縄差別と戦う行動として、実は行動名を作ってやっていまして、ぜひそれに皆さんにも参加していただきたいと思っています。名前は沖縄差別と向き合い抗う市民たち、ちょっと長いんですけど、沖縄差別を許さない市民たちとしなかったのは、許さないというふうに言うと自分たちが沖縄差別をしていることに分かっていないように思われてしまうがいけない。どうしても本土に住んで基地を押し付けているという意味では、差別をしている側であることに変わりないので、それと向き合う、ちゃんと見てそれに対して当事者意識を持って抗う、そういう市民たちだっていうつもりでそういう行動ネームを作りました。で、これまで、国会前、国交省霞が関前、あと緑ヶ丘保育園の、お母さんたちが上野で凱旋した時に一緒に行ったり、あと銀座すきや橋、四谷、原宿などで、ホワイトハウス署名、皆さんご存知だと思いますけれども、あれの署名集めを
するために立ったりしています。で主にあの市民有志のツイッターアカウントで発信するとともに、あの私自身ちょっと個人のですがマリカワナという名前でフェイスブックやってまして、そこで発信してます。その SNS をやってる方はそれを拾って情報を見ていただくか、あるいはそのこのアンケートの最後にメールアドレス書く場所がありますので、そこに書いていただけましたら行動をお知らせするようにしていきますのでよろしくお願いします。で、あとちょっとあの、どうしようかな、時間になってしまったけどいいですかね。あのちょっとプロジェクターでこうあまり見たくないものではありますけれども安倍政権とニュース女子問題がこうどんなふうに密接に絡まっているかということをで見ていただいて終えたいと思います。でそのことについて言いたいことがこの最後のところにも書いてありますので後で見ていただきたければ。でですね、その普通でしたらデマヘイトの人たちを安倍政権が、ね、お友達だなんて見せびらかすっていうのはおかしい話です。ただこれが去年のお正月の産経新聞のグラビアで載りました。次お願いします。あの一番左側が那覇雅子さんですね、ニュース女子で出てきた。で、これは左側が与田圭司さんです、ニュース女子であの証言みたいなことをしていた人ですが、で右にいるのが、日本第一党の党首の桜井誠さんっていうのもなんですが。桜井さんはこの沖縄で講演会をしているときにこう与田さんと一緒になって仲良しのようなお話を与田さんがされているんです。でこの前後に、この桜井さんは辺野古に行って、拳銃持ってるでしょ、こいつら全員撃ち殺せというふうに叫んでるんですね。ですのでそのヘイトスピーチだけじゃなくてやっぱりヘイトクライムに発展するということがこういった発言からも見られるっていう、でしかもニュース女子問題の人がこういう人とつながりを持ってるっていうことをちょっとお伝えしたかったので次お願いします。でここであの緑ヶ丘保育園あの普天間基地に近いところで、米軍ヘリの部品が落っこちた、そこの自作自演デマっていうのがあってひどいって皆さんご存知だと思うんですが、それにもあの与田圭司さんやボビキーテドコンさん、ニュース女子の人たちが絡んでるっていうツイッターの発信 の一つです。次お願いします。で、これはあの年末に安倍さんが自分のツイッターアカウントでつぶやいている年末年始はゴルフ映画鑑賞読書とゆっくり栄養補給したいと思います、購入したのはこの3冊で、この3冊の真ん中にあるのは百田直樹さんの日本国旗です。でというふうに、まあ、この安倍さんはあのこの映像絵にはないですけれども、虎ノ門ニュースに、出てるんですよね、 DHC テレビの。それでこう自分の政策を虎ノ門ニュースの、視聴者たちが心配に思うようなことを私が答えますみたいな話で出ていまして、まあ、こういうニュース女子軍団みたいな人たちとお友達あることを隠しもしないということに私はものすごい恐ろしさを感じています。というのは何か政権に抗ったらそれは反日でありあのデマヘイトで やられてもいいだろう、私は安倍さんは私にはそういう軍団守ってくれる軍団がいるんだぞと言っているかのように私には思えるんです。それが本当に怖いと思っています。であの今日ですね7時からまさに今この時間沖縄でこのさっきの沖縄ヘイトオールスターズみたいな人たちあのニュース女子の3人もいますね、与田さんと、ガナハさんとモギーテルココさんも入っています、それと自民党の議員さんたちが入っていますっていうこういった集会が行われている、こう本当にあの臆面もなくっていうふうにあの行動のもと太陽のもと堂々とこういうことをやっている時代が今なんだ。でここの中で私たちはその沖縄への偏見ももちろん抗いますけれども、それというのが根本的には自分たちが声を上げることをあの弾圧なりデマヘイトなりで押さえつけられかねないというそういった危機感もものすごく持って、共に、なので何か誰かにそういうことがある可能性がここにいる人の中にもあるかもしれないと思います。例えば神田とかそういう例だと思うんですけれども、その時につながり合ってあのお互いに、この差別やデマヘイトに抗うことをやっていくっていうことがすごく大事だと思います。本当に若輩者で私が言うのも
はばかられますけれども、ここに来ていただいた人とまたその気持ちを強め合って取り組んでいきたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。ありがとうございます。乗り越えネットさんに、共同代表、新数の共同代表の DHC 長谷川市裁判の経過報告を、乗り越えネットの川原栄一事務局長からお話をさせていただきます。すみません、3人喋ってます。嬉しいですね。ありがとうございます。乗り越えネットの事務局やってますね。最近はどちらかというと、この市民有志の方もかなり、中心的にやらせていただきます。川原と申します。最後に今さっき川原さんの方が若干早いものですかっていうふうなことを言ったのでちょっと気になってしまったんですけど、年は今できた私と川原さんに同い年なんですけども、そういうふうに言って確か杉田水脈がなんか若干早いものですか、私はちょっと失言しちゃいましたみたいなことを言ってたんですけれども、川原さんはそんなこと絶対ありませんので、私の方がちょっと若干早いものかと、同い年だけど若干早いものということで、いろいろまとまりませんけれども、ちょっと若干この間の経緯を報告させていただきたいと思います。これまでニュース女子の問題とかについてはさ、皆さん、さまざまなことからゲストの初めから指摘されてきましたので省略しますけれども、結論その結果として、我々乗り越えネットが昨年、2016年に行った高円への、市民特派員派遣をいわゆる日当デマと結びつけて、その背景には新相撲という共同代表、新相撲共同代表在日朝鮮人のそういう、陰謀があるというようなことを指摘されてきたわけですけれども、これに関して、DPO に申し立て、人権侵害だというふうな形できちんと DPO からは認定を受け、東京 MX テレビから、謝罪も社長からいただきました。それはそれで一区切りついたんですけれども、じゃあ実際に、話をしている番組を作った DHC はどうかというようなことに関して言うテレビはどうかというと、全然反省はしてないです。そういうことに対して声を出した私たちに対して言論弾圧と一貫して主張してきているわけで、この国に対してもきちんと反撃しなければならないというようなことで、昨年7月 DHC テレビと、ニュース女子の司会をしていた長谷川幸寛さんに対して、裁判を名誉毀損で損害回復を求める裁判を行ってきて行いました。で現在、2回まで、口頭弁論が進んでいるんですけれども、来たる1月16日に第3回目の口頭弁論があります。ですごく私は専門の弁護士でも何でもありませんので大雑把に言って、その問題点については、ルール今述べたような形であれなんですけれども、反応はどういうふうな形で、じゃあ DHC テレビと長谷川幸寛が反応しているかというと、長谷川幸寛氏に関して言えば、私は単なるテレビ の司会者ですから、番組の内容その他について、責任は持つ立場がありませんということで、一言で言えば逃げようとしています。でじゃあ DHC テレビはどうなのかということなんですけれども、実際には原告のことを述べている場面でないことに関してを述べていると、また反対運動の全体を過激な運動と やテロリストなどというふうには私たちは決して言ってませんと。でそれについて関連して言うと、でも一部に関しては過激な場面もあったんじゃありませんかと、そういった形で反論してきています。これに対して逐一これから、きちんと反論していかなければならないという、こちらから、それを崩していくと、そういった形で、行っていく予定になっています。現在新さん自身はドイツにいます。結局これらの
ことの中でおいて、なかなか日本にいるということが状況が難しくなってきたということもあり、まあ、本来彼女が研究したいということもあった関係もあり、ドイツにいるんですけれども、緊密に連絡を取り合って、これらの DHC テレビジョン長谷川幸宏に対してきちんと責任を取らせるという形にしていきたいというふうに考えています。やっぱりこういうような形で裁判をやるということは非常に負担になるんだと思います、原告にとっては。しかしですね、これを一つ一つ許して許さず戦っていかないと、結局じゃああれは大丈夫なんだっていうふうな形で、どん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 社会がそういうヘイトスピーチやレイシズムを許容するような社会になってしまうといったことで、今まで、私たちは審査とともにやってきました。で、合わせて言うとですね、そういう意味で石井孝明というジャーナリスト、元時事通信の記者に対する裁判も、並行して4月に行ってやったんですけれども、12月25日に判決が出ました。11個のこちらから言った名誉毀損の請求に対して、10個について全く根拠がない誹謗中傷だと。例えば、新人スゴはスリッパーセルとしては役に立たないとか、まあ、そういうようなね、ことを書いていったようなことを言ったのに関して、全く根拠のない、さっき最初に安田さんが調べて足で書かなきゃならないというような、本来のジャーナリストなのにかかわらず全然そういうことしなかったということで、勝訴だったんですけれども、問題はですね、金額が55万円なんですね。で、これは一般的に言うと、ツイッターとかなんかで言うと非常に平均的な金額ということになってますけれども、逆の言い方をするとですね、55万円払ってしまえば何を言ったってヘイトスピーチをしようがベーシズムやろうが全く構わないといったようにも逆にも受け取られてしまいます。ですので、こういう判決ではちょっと納得できないということで、石井孝明裁判でも控訴して戦うことになっております。こういった形でいくつか裁判を続けておりますので、ぜひともですね、ご支援ご協力をお願いしたいと思います。1月16日、次、第3回の公判、11時半からだということで、ちょっと間もないんで、午前中で来づらいんですけども、ぜひともご支援ご協力をお願いしたいと思います。どうも、ご清聴ありがとうございました。フロアの方からですね、何名かの方にお話をさせて、お話をいただこうかと思っております。だいたい5分くらいでお願いしたいと思うんですが、まずなんとかここで今お話もあったように、沢口弁護士来ていただいてますので、沢口弁護士の方からお話をお願いいたします。それでは沢口弁護士お戻りになられたようなので、申し訳ございません。大変申し訳ございません。お時間の関係上あまりないんですけれども、よろしくお願いいたします。5分程度でお願いいたします。すみません、弁護士の沢藤と申します。ごく近くに住んでおります。普通弁護士は私が抱えている事件、私の依頼者にこんなことがありましたというのをお話しするんですけども、私が DHC スラップ訴訟というふうに名付けている当事者が私です。私自身が被告になりました。ある日突然東京地方裁判所から特別送達というのが参りました。弁護士のところに特別送達が来るなんて当たり前、まあ珍しくないんで、誰の事件だろうと思ってみたら、被告の名前に私の名前が書いてある。これ何のことだろうって一瞬に分からなかったんですけれども、私が訴えられている、2000万円払えという、事前に何の通告も交渉もない、突然2000万円払えというのは、それやっぱりね、普通びっくりしますよね。2000万円払え、裁判所から特別送達、私でもね不愉快。2000万円というお金はまあ道を埋めば払えない金額でもないから、本当にね腹立たしい。で、私は心当たりがあるかといえばそれあるわけです。私も毎日ブログを書いています。で、そのブログちょっと今日で
2140回ぐらい毎日書き続けてるんですけれども、当たり障りのないことは書かない、誰かの耳に痛いことだけを書く、権力者やまさにさっき安田さんがおっしゃっていたように、権力者や資本には耳の痛いことしか書かない、そう思って書いてるうちに耳が痛いだけでなくて裁判をやってやろうというのが現れた。それが DHC という会社の吉田義明で、この吉田義明は実はデマとヘイトの会社というだけでなくてですね、スラップの常習者としても知られている。2005年にこの会社は従業員の首を切ってで裁判をやっていたわけですけれども、その労働組合に5000万円の請求の訴訟を出している。でそれから、それ以外に自分の会社、自分の従業員に1000万円の請求もしている。でそれから、私と同じように訴えられた人は実は10人いるわけです。でこの人は週刊新潮に8億円の金を俺は渡辺芳美に渡したと無邪気に書いて、で、渡辺も叩かれたけれども、この人も叩かれた。でこの人を批判したたくさんの中から10人選んで、最低ランク2000万、最高2億で、スラップ訴訟を返したわけですね。で私は2000万のうちだった。で、大体その他の9人の方は、おとなしく黙って、その方が賢い。だけど私は黙っていられない。弁護士というのは、こういう時に黙ってはいけないと思って、スラップ訴訟を許さないというブログを始めた。一昨日までで144回書きました。で10回ほど書いたところで2000万円の請求が6000万円に跳ね上がりました。 ですから私は6000万円の被告としてこの裁判を戦った。で幸いはもう友人たちが助けてくれて立派な弁護団ができて勝ちました。勝ったけれどもね、やられっぱなし、やつはやり得、これは許されないということで、今私の方からこれはそういう提訴が違法なんだという裁判をやっています。でこれやつという私だと口が悪いんですけれども、吉田義明というのはマスコミに顔を出さないことで知られている。なぜなら俺は金持ちだからだ。金持ちは危ない。マグチモーターの副社長というのはあの程度の金持ちで狙われて殺された。俺はもっと金持ちだから絶対にマスコミに株価を出さないと言って裁判所にそういう書面を出している男です。でこれが4月の9日に法廷に出てくることになり、4月19日になりましたので、ぜひ皆さん顔を見てやってください。差別をする男というのはこういう男。で私今一言だけ申し上げたいのは、デマとヘイトだけじゃなくてスラップもやる三冠を、三拍子揃った会社なんですね。でこういう会社に私たちは有効に民主主義や人権を守る立場から、攻めていかなければ。それはやっぱりね、製品を買わないこと、こういう会社、こんなねバカなことをやっていると営業に響くという資本主義的な原理をこちらできちんと貫徹したことをやることが必要だと思います。ぜひもう DHC の製品は買わない、買ってはならないということをもう周りに言って歩きたいと思います。ぜひ一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。弁護士大変ありがとうございました。次に警視庁機動隊の沖縄派遣は違法、住民訴訟の原告で平さんいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法、東京都住民訴訟原告の平と申します。私はたった2回しか戦いに行ってませんけど、
たまたま颯爽とした出立ちで、小橋川さんの替え歌を一緒に踊り歌う新凄さんにお会いしました。で、自分でレンタカーを運転していたので、トンネルの存在もわからないくらい危険でも何でもないということも分かっていました。なので優秀女子本当に許せません。で、 MX 講義は2周年ということですが、私たちの訴訟も2016年の12月20日に提訴、翌3月8日が第1回口頭弁論でしたので、提訴からは3年目に入りました。こちらにいらっしゃる皆様にもきっとご協力いただいているかと思いますが、今まで10回の口頭弁論が開かれました。東京地裁の一番大きな法廷をいつもいっぱいにしていただいています。ありがとうございます。おかげさまで次回2月27日から3回にわたって、機動隊派遣の必要性、違法性を、適法性を根拠づける具体的な事実関係を明らかにするための証人尋問が行われることになりました。で、証人は原告側7名、被告側2名で、チラシが後ろにあるかと思うんですけれども、原告側の証人は皆様もご存知の方々で、お名前は出せませんが、ちょっと詳しくはチラシをご覧ください。また来週の、土曜日1月19日、18時からこのビルの 3A 会議室で集会を行います。で、これもチラシの裏側に書いてあります。沖縄タイムズ記者の阿部隆さん、弁護士の三宅俊二さんにご登壇いただきます。ぜひお越しください。裁判は次回2月21日、被告側の証人が出廷する予定で、証人は2人、派遣当時の沖縄県警の責任者、重久氏と木梨の予定です。特に派遣要請当時の沖縄県警警備部長重久氏は、派遣要請のわずか20日前に警察庁から沖縄県警に移動し、現在は出世なさったのか、警察庁警備局の国際テロリズム対策課理事官になっています。この重久氏は経歴からも、私たちが本訴訟の大きな目的の一つと考える、沖縄高江の機動隊派遣は派遣の手続きからも違法な官邸主導の権力乱用ではないかという大事な争点を明らかにする鍵を握る人物です。また私たちは、東京の大法廷で沖縄でどんな違法な権力の暴走、弱い者いじめが、国家の実力組織である警察によって行われたのかを身をもって体験なさった証人の方に陳述してもらうことも本訴訟の目的の一つと考えていました。ごまかしようのない動画も用いて一視をする予定ですので、ぜひ傍聴してください。正直原告弁護団もここまで来れるとは思っていなかったところもあります。こういった裁判では被告代理人側はどうせ勝てると踏んで適当な対応するのはよくあることだと聞きましたけれども、機動隊派遣の必要性等の具体的な事実関係を明らかにせよとの裁判長の要求に対して、被告代理人側が用意した書面には、先ほど川野さんもおっしゃいましたけれども、ニュース女子と同じようなデマや差別発言も含まれる内容が書いてあったんですね。ちょっと一文読み上げますけれども、講義参加者らの実態という題名で、県外からの参加者も相当数含まれていたほか、いわゆる直射暴力集団や反差別勢力の活動家、または外国籍の者も確認されているのが実態である。この反差別勢力ってすごい受けたんですけど、何が気になるかと思うんですけど、裁判長が、どの程度真実を知っているか分かりませんが、さすがにこれにはすでに出ている新聞などのコピーではなくて、事実を具体的に立証してくださいということで、原告側の証人全員採用となりました。で、これは多分市民有志の皆さんの頑張りにも関係していると思います。今の社会のいくらなんでもほっとけない現状を埋めるには、私たち市民、NGO、ジャーナリスト、メディア、政治家、地方自治、学者さん、いろんな社会の構成員の志のある方との世界規模の連帯が力になると感じています。これからも、くじけない沖縄の人を見習って、
私たちも諦めずに頑張りましょう。よろしくお願いします。ございました。警視庁機動隊の沖縄派遣は違法、住民訴訟の原告は出され、辺野古の海を土砂で埋めるな首都圏連絡会、と略して埋めるな連と呼んでおります。でこちらも後ろにリフレットがございますの でこちら のメンバーの方からご発言いただきます。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました、辺野古の海を土砂で埋めるな首都圏連絡会、通称、まあ、自称ですね、埋めるな連ですね、ちょっと阿波踊りの連みたいな名前ですけれども、昨年のですね、6月に都内、首都圏のですね、沖縄のこの問題に対して、特に辺野古の、基地建設に反対するということで、いろいろな運動を重ねてきた方たちが、20数団体集まりまして、この8月、去年の8月にいよいよ土砂投入かということを、受けましてですね、なんとかこの首都圏でもこの沖縄の人たちの戦いに連帯する行動キャンペーンを張れないかということで活動を続けてまいりました。今日も先ほど今司会の方をご紹介いただきましたけれども、最新のチラシを持ってきましたが、ぜひお持ち帰りいただいてですね、もしあれでしたら複数お持ち帰りいただいて周りの方にもですねお渡しいただきたいと思います。これは前知事がですね、ご自分の命をかけて、文字通り命をかけてということで、有達承認の撤回をし、その後、沖縄防衛局は、知人にですね、私の人ですね、知人になりすまして、行政不審査を国土交通省に行うというような、政府の中でのですね、茶番をやった上で、12月14日、ついに赤土がですね、辺野古の海に投入される。事態になりました。で皆さんすでにご存知だと思います。でいろいろこのリーフレットでもその問題点をコンパクトにまとめてありますが、やはりこれからも、ぜひ頑張ってまいりたいと思ってますけれども、なんといってもやっぱり例えば沖縄がその日本に本土復帰するときにいろいろな戦いがありましたけれども、その時と大きな環境が異なっているのがですね、日本社会のタガが外れて、先ほど安田さんがそのそういういろんなその、権力の横暴なりですね、差別なりをですね、抵抗するものに対して、冷笑するというか、笑うという、そういうやっぱり社会になってしまったということが、今の戦いを非常に困難にさせていると思いますが、決してそれに屈することなく、どうしてもそのヘイトの連中、私も対峙したことありますけれども、こっちにエキサイトして同じレベルになっちゃうんじゃないかというところがちょっと気になっていて、そうじゃない方で、方法でですね、結局ああいう連中が幅を利かせてるというのは、やっぱり社会がそれを要するに叱らないと言いますか、ね、容認する、あるいはなんとなくどっかでその霊障に共感するっていう、そういう文化がですね、やっぱり日本の社会にこう蔓延してるってことは、やっぱりきっちりと踏まえておかなければいけないというふうに思います。で、1月の20日 のご案内をありましたけれども、今年新年初めてということでですね、新宿に日曜日ですが、新宿に午後集まりまして、新宿 の駅の近辺3カ所で、それぞれスタンディングをやったりですね、メッセージを発したり、あるいは音楽を流したりということで、今年第一弾のですね、キャンペーン活動をやっていきたいというふうに思ってますので、ぜひお時間とですね、ある方はぜひ来ていただきたいと思います。まだまだ、本土あるいは首都圏におけるその沖縄の人たちと、沖縄の差別を許さないという声はですね、まだまだ小さいというふうに思ってますので、これからもお願いしたいというふうに思います。のぼりがキャッチフレーズがですね、いっぱい立ってますので、ぜひ、お集まりいただいて実施していただきたいと思います。どうぞ。で、20日の外線につきましては後ろの方にこの簡単なご案内のチラシもご用意してますので、これももしやれしたら、複数持っていただいて、周りの方、ご近所の方、あるいはその友人等にもですね、お加えいただいて、ぜひ新宿の方にもですね、お集まりいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。辺野古の海を土砂で埋めるな首都圏連絡会、通称埋めるな連のメンバーの方からお話しいただきました。で続きまして、差別・排外主義に反対する連絡会のメンバーの方からお話しいただきます。皆さんこんばんは。差別・排外主義に反対する連絡会、事務局のユズと申します。
多分会場にいらっしゃった方、何人かの方、なんであそこでずっと立ってるのかなっていうふうに思われたと思うんですけれども、実はこういう沖縄の問題、それから戦争責任の問題、ブラック差別の問題、障害者差別の問題、こういった集会をやる、地域で小さな催し事をやるという時に、まあ、実際に人が押しかけたり、それからその会場になったギャラリーやお店に電話をかけたり、また当日残念なことで押しかけてきたり、そういうこう試みがですね、この10年ぐらいずっと続いています。確かに激しい状況というのはかなり少なくはなっていますけれども、その実際にこの問題を静かに語り合いたい、みんなに知ってほしいと思っている皆さんからは、本当に待ち針を刺すようなぐさっとくるような事柄が残念ながら続いています。でそのためにちょっと今日はとても大事な沖縄の問題の集会だということと、僕たちの友達の河原さんはじめ友達が、ここで新年最初に集会をやるということで、お手伝いに、参加させてもらいました。ちょっと感じが悪くてすいません。だいたい飲み会になると結構喋るんですねとか笑うんですねとかいろいろ言われるんですけども、本当はいい人なんでこれからよろしくお願いします。それはあれなんですけど、で僕たちの連絡会は普段は目立たなくて何にも役に立たないことが一番いいことだと思ってるんですけども、それだけだとその後の打ち上げで飲んでるだけで あまりこう生産的でないものですから、で学習会を年に2回ほどやらせていただいてます。また10月には街頭に出て差別やレイシズム、そして海外主義は誰も幸せにしないんだということを新宿大久保の町の人たちにアピールをする行動を続けています。で今年も2月の16日、歴史修正主義とサブカルチャーを書かれた倉橋浩平さんをお招きして、講演会をやる予定にしております。このビラをご覧ください。で倉橋さんは大変若い方ですけれども、なぜ今日のような、DHC テレビのようなとんでもないものがこう世の中に蔓延していくのか、そして誰がそういった番組を喜んで、我がものとして受け止めるのか、そしてそのメカニズムを誰が支えようとしているのかということについて大変に鋭く、そして、分かりやすく、分析された本を書かれています。ですのでぜひ皆さんお忙しいと思いますが、2月の16日足を運んでいただければと思います。また2月の17日には今日講演をされた安田さんとこの倉橋浩平さんがまた別の企画でトークをされるということも伺っておりますので紹介したいと思います。で、2月のことを言うと鬼が笑うと言いますので、明日のことをちょっとお話ししたいと思います。明日池袋の豊島産業プラザ旧、黄色福祉会館におきまして、安田浩一さんと弁護士の浦木智子さんをお招きして外国人労働者の問題について、お話をしていただこうと思っています。その講座は難民を支援し連帯する会という小さな会がやりますが、難民も外国人労働者もそして差別される方も皆いないものとして扱われる、僕たちはそれでいいんだろうかと思っています。先ほど安田さんが霊障し差別することは社会を壊すとおっしゃっています。僕も今から10年前、蕨の街頭で、社会が壊れていく音を聞きました。先ほど映像に出ていた桜井誠こと高田誠をはじめとする
差別者集団が、デモをやりました。今でも私はその通りを通ると色を感じることができません。もうそんな日本は真っ平です。そんな社会は真っ平です。ぜひ皆さん力を貸してください。そして明日、そして2月16日足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。差別排外主義に反対する連絡会のメンバーの方からのお話でした。続きましてユープランさん、お願いいたします。カメラを回しているユープランの三輪です。こういう集会に出るといつも私は父親6年前に亡くなったんですが思い出すんです。電通という会社に勤めてました。70年の大阪万博のプロデュースをして業界ではちょっと有名な人間でした。原発が大好きで生涯原発を推進するための仕事を電通でやってました。で私も若い頃お前も原発の仕事をやって原発のために死ねと、それこそ天皇陛下のために死ぬことだ、そういう父親でした。で口癖がですね、デモとか50年前だと水俣病とかそういうデモを見るとあれは共産党からご声援をもらってやってるんだというのを会う人ごとに、まあ、沖縄ではこの5000が2万人確実に賃上げしてるんです。それから仕事の話はほとんどしなかったんですが、たまに家で上機嫌で話すエピソードを一つ二つ覚えてるんですが、車椅子の人を雇って自分でバタンと転げる練習をすると。でデモ隊の前でその車椅子で行ってバタンと転ぶんです。そうするとデモ隊の人たちが驚いて助けようとして駆け寄って助けを起こすところを写真に撮って、で車椅子に暴行するデモ隊という記事を週刊誌に載せた。そしたらうまくいったと言って喜んでました。で後で考えるとこれ電通だからできるんで、この記事に載せてくれたら来月新車の1000万の広告に回してやるよとかね、多分そういうような取引をしながらやれたというのはこういうことは電通しかできないんだろうなと思います。あと都知事選で自民党の記事の候補の選挙運動を受けた時には相手が美濃部良吉候補だったんですけど、会社の5時に会社が終わってみんな出ていく時に出口で1人に5000円ずつ渡すんですって。でそのお金で新橋の赤ちょうちんとかみんなで飲みに行って、で美濃部っていうやつは横領した金を隠してるんだってさっていうような話を、まあ、周りに聞こえるようにひそひそ喋らせるというようなことをやって、まあ、これは実際にやったのかどうかは分かんないですが、そういうような選挙運動をやってて、で90年代に反原発運動、担保者とかそういうことに対する猛烈な組織的な嫌がらせ、行動があったんですが、海渡弁護士はこれは多分裏には電通がいて、しかも印刷関係に強いセクションがやってるというふうに踏んでたらしいんですが、その当時父は電通を定年退職して電通印刷に天下りをしててということで、死んだ後遺品の中からいろいろ関連する資料が出てきています。つまり今の沖縄に続くこれは父がやったというより父自身もその先輩からいろんなノウハウを受け継いで、それがまた受け継がれて今の沖縄とか、まあ、玉木デニーさんの選挙とかそういうところに受け継がれているなという感じを私はしています。でここら辺の詳しい話は今日はできないんですが、1月の28日月曜日に担保者で私と福島の嘘というドイツテレビの番組をプロデュースした西里さん、それからプロメテウスの罠とか朝日新聞で活躍した木村さんとその3人でですね、これからの市民メディアの役割と育て方みたいなテーマでシンポジウムをやりますので、その中で今の電通の話を詳しくやるつもりですので、興味のある方は28日月曜日の7時からですのでいらしてください。以上です。
よろしいでしょうか。ユブランさん、どうもありがとうございました。で続きまして、こちらあのチラシまた配らせていただきますけれども、1月30日、止めよう辺野古埋め立て国会法医実行委員会より、総務省のヒューマンチェーンがあります。こちらに関してあの説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。止めよう辺野古埋め立て国会法医実行委員会から、呼びかけを一つさせていただきます。国会法医実行委員会は文字通り普段国会法医をしているんですけれども、今呼びかけしたいのは国会ではなくて、総務省をの前に集まってヒューマンチェーンするというアクションです。で後ろの方にチラシを置いてますが、1月30日、地方自治の取り出国地方係争処理委員会に訴える、総務省ヒューマンチェーンというものを予定しています。でこれはまあ皆さん、ご存知の通り、もともと私人の権利救済を目的にしていた、行政福祉審査請求というのを用いて、国の機関である、防衛省の沖縄防衛局が、沖縄県知事が行った辺野古埋め立て承認の、撤回を、執行停止を求めて、求めました。そして、国土交通大臣がですね、それに対して、それを認めてですね、今、知事が行った、埋め立て承認の撤回は執行停止という状況になっています。で、そしてこの国土交通大臣がですね、また記者会見で、この執行停止を認めていると、日米関係に支障をきたすとかですね、そういった発言をしてですね、全然この、個人のことじゃないわけですよね。ですからもう全く矛盾してるんですけども、これはやはりおかしいということで、今沖縄県は、この国地方係争処理委員会というのに申し立てをしました。で、現在その地方自治法においては国と地方自体は対等であると。で、その対等な関係を、担保するための一つの機関として設けられたのがこの国地方係争処理委員会ということだそうです。それで、私たちとしてはこの国地方係争処理委員会が、本来の目的に沿って公正で中立な審査を行ってほしいということを、訴えるためにヒューマンチェーンを行います。で、4時半から、実際に、今集めている、賛同署名を集めている申し出書を持って、その、国庁係争処理委員会に渡し、そして6時半から、ヒューマンチェーンを行いたいと思っています。で、ある意味ですね、ちょっと意識して国地方係争処理委員会を持ち上げてこれはやってます。あなたたちが頼りなんだと、あなたたちこそこの地方自治を守る取り手なんでしょうと、だから頑張ってよという、そういう、世論を盛り上げていって圧力をかけたいというそういう思いのアクションです。4月30日、4時半から申し出行動で、ヒューマンチェーンは6時半です。ぜひこちらにもお集まりください。よろしくお願いいたします。30日、止めようへのこ埋め立て国会法医実行委員会の総務省ヒューマンチェーンです。ぜひ皆様お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。で、会場からのご発言が最後になります。沖縄一つご反戦地主会関東ブロックの方からお願いいたします。よろしくお願いします。皆様こんばんは。私たちは沖縄一つご反戦地主会関東ブロックというところで活動しています。で、埋めるなれんですとか辺野古ですとか、みんな一緒にやってる仲間です。で、この MX テレビの抗議行動、それから住民訴訟も、場所は関東で現場は関東になるんですけども、沖縄の人たちがどうしようもない場所で起こっていること、機動隊もそうです、関東の方から、警視庁ですとか、他の他府県もありますけども、それから MX テレビも
そうです。で、知らないところで知らないふうに沖縄が、まあ、貶められあしらわれているっていうことに対して、もう本当に関東でこちらの皆さんが立ち上がって親身になってくださったっていうのは、とても沖縄の人たちからすればとてもありがたいこと、自分たちができないっていうことを、まあ、やってくださる。だけどもなんでうちなんちゅうはこういう状況に陥ってるのかなっていうのはどうにも納得できないことではあると思います。で、先ほど安田さんの紹介がありました。新須吾さんが自分たちの後輩のためにごめんねって謝ってるって、もっと頑張れよって言ってっていうことをお話しされました。私はパスポートを持って上京してきた口です。パスポートを作って、まあ、あと予防接種を受けてドルを円に交換をして、関東に来た立場です。そうしますと本当に沖縄の状況も全く変わってないんですね。その時と同じで、復帰前からそれこそ瀬長さんたちが戦っている頃から今に至るまで、私もうちなんちゅうの後輩たちにごめんね、本当にまだみんなにそういう思いさせちゃってるねというふうな気持ちがしています。だから、なんて言うんでしょうね、とても動いてくださってる大和運輸に感謝を伝えたい気持ちもいっぱいです。もちろんだけども、なんでっていうそのモヤモヤとした感情も同時に来ます。昔私はキャンプハンセンの近くで過ごしました。でキャンプハンセンが作られた頃は私はまだ小学生です。畑だったところがどんどんブルが入ってかまぼこの大社ができて、でそういう光景を見てきました。そうするとそこの、キャンプハンセンの近くを通ると食堂からとてもバタ臭い匂いがするんですね。これはもうとても人間的に、まあ、嗅覚ですよね。今まで嗅いだことのないもうミルクですとかバターですとかチーズとかって、まあ、そういう風な匂いが立ち込めてきます。私たちの暮らしの中では食べたり嗅いだりしたことのない匂いです。そういうものが、見てきて過ごしました。で、今まさに辺野古がそういう風な目に遭ってるわけですよね。私はその頃まだ小学校の低学年ですから、もしかしたら責任はなかったかもしれない。だけど今大人の責任としてやっぱり辺野古が埋められていく、生き物が殺されて、こんな素敵な環境、ふるさとです、私のふるさとであり地球であり、そういうところがミスミス生き埋めにされて潰されて軍事基地に変えられるっていうのは本当にどうにも抑えがたい憤りが湧いてきます。でしかもです、埋められたが最後、それは国有地になるんですね。私のふるさとの海を大和に奪われたくはないと本当にそう思います。国有地になってしまうとうちなんちゅうの関わり方が全然違ってくるんですよね。もう有無を言わさず、おそらく植民地的なそういう物理的にね、そういう風な立場に追いやられてしまう。私は非常に不本意です、それについては。ですので一人一人のこうやって動いてくださる皆さんにお礼を申し上げると同時に、もうちょっとどうにかしてほしい。大和運輸 99% は大和運輸なんだから、そこの皆さんに何とかどうにかしてよっていうふうな叫びも同時にあげたいなと思っています。ここのところ年末年始ずっと土砂投入があってから、ずっと皆さんにいろんなところで集会やら抗議行動を呼びかけて、大勢の方が
参加してくださいました。それについてはとても心からうちなんちゅうとしてお礼を申し上げたいと思います。まだまだこの先どうなるか分かりませんが、ともかく心ある皆さんにすがるしかないっていうふうに切実に思いますので、どうぞどうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。半戦事務次官関東ブロックの方よりお話をいただきました。で、本当にごめんなさい、最後になりますけれども、全日本建設運輸連帯労働組合職長の小屋野さんいらっしゃいましたのでお話をいただきます。よろしくお願いします。最初に申し上げている通り、登壇をいただくことになっていた方で、少しちょっとご都合で順番を変えさせていただきました。よろしくお願いします。で、ツイキャス撮影は OK ですね。はい、ということでよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。初めてお目にかかる方が多いと思います。小屋野といいます。全日建という略称で労働組合をやっております。連帯運用といった方が合理がいいかもしれません。あるいは沖縄との関係でいうと、関西地区生根支部、関生支部という名前を沖縄の方々が多いかと思います。沖縄にはですね、私どもの組合は、カヌー隊に人をたくさん出したり、火の粉にもたくさん座り込み隊を出したり、一生懸命取り組んできた組です。大阪が組合の中では多いので、徳之島とかですね、沖縄の人の出身がたくさん多いので、沖縄には特別の思いを寄せて私どもの組合を取り組んできた組です。ヘイトがたくさん沖縄に集中をしていて、とても憤りを常々感じておりますけれども、今日私から発言の機会を与えられたのは、私どもの組合にも、このヘイトの攻撃をしている連中がですね、労働争議を仕掛けてきたという話を少しさせていただくということで、ご披露いただきたいと思います。つまり何を言いたいかというと、ヘイトの攻撃とか、この沖縄にヘイトを撒き散らす連中というのは、単に沖縄だけを対象にしているだけではなくて、日本の社会全体を破壊しているという一つの例としてお聞きをいただければと思います。もう私どもの組合はセメントとか生コンの運送の労働者で作っている労働組合なんですが、一昨年の12月に、生コンの業界を相手にストライキをしているんですね。関西全域で、セメントの輸送車500台、それから生コンの輸送車1000台ぐらい、かなり大きな規模のストライキをしました。ストライキをした動機というのは、約束を守れということですね。一言で言うと約束を守れ。何を約束を守れかというと、輸送の運賃を上げる。生コンとかセメントというのは運送労働者相手で出来上がっている産業ですから、それを運賃を上げないと賃金が上がらないんですね。その約束を守れということでストライキをしました。5年越しで運賃を上げるという約束をしてきたのに、業界が約束を守らないので我々はストライキをしたんですね。そしたらそのストライキに対して、これは威力業務妨害だというふうに業界が仕掛け批判をしてきた。でその時にその先兵になったのが、いわゆるヘイトスピーチをものにしてきた連中ですね。皆さんもお聞きになったことあるかもしれません。瀬戸博之という、これ福島出身で、ハーケン国立を信奉してネオナチの先兵といって、フルテロ活動がですね、それからアリカドとか、渡辺カリオという、その手の活動では、鉄砲玉のようにたくさん取り組んできた人たちが、私どもの組合のところに押しかけてきてですね、街頭でも宣伝をしました。去年の1月22日、ちょうど1月22日、時点前には、私どもの組合の会館に30人ぐらい押しかけてきて、組合の役員に暴行を振るって襲撃をするという事件を起こしました。で、彼らが言ってきたのは、事実無根のことを平然という、例えば組合がストライキをすると、それは金銭を目的にしたゆすりたかりの行動である。企業を恫喝をして、理由のない不法な金をゆすり取ろうとしているんだという。こういうことを言い立てて、だからこいつらは、反日であるというふうなことを言い立てて、襲撃を仕掛けてきました。バックにはナムコの業界がいて、おそらく確証はないですけれども、行動から見れば
業界が彼らを雇ったのであろうということは歴然としているかと思います。過去労働争議というとですね、戦後の大きな歴史でいうと三井三池の争議とかいろいろな名だたる労働争議には必ず右翼のとか暴力団が出てきたんですね。それが組合の争議の現場に襲撃をしてきて組合に暴行を加える、殴る蹴るをする、でそこへ警察が出てきて組合だけ逮捕するというようなことをやってたわけですね。でだけど今回は、ナンパの業界はそういうことをしなかったんですね。なぜかそれは、襲撃をした側が悪で、襲撃された側が正しい労働者の権利だと分かりやすいからです。で、今回はしかしそうしなかったですね。代わりに出てきたのはこの瀬戸とかヘイトスピーチの連中です。沖縄のヘイトをやってる連中同梱ですよね。で彼らは我々の労働争議のいろいろ抗議行動している場面、この一場面だけを切り取って YouTube にたくさん上げるんですね。で労働争議というのは賃金を払われてない、残業代払ってない、解雇された、当然組合が怒りますよね。で組合の役員もみんな会社に対して抗議行動に行くわけですから、のんきに穏やかに払ってくださいよなんて言うわけないわけですよね。言ったって言うこと聞かないから激しくなりますよ、顔は怒りますよ、集団で行くわけですね。これが労働組合の行動ですよ。でその一場面だけを切り取ってですね、それを YouTube にいっぱい載ってるんです。で労働組合は企業を恫喝をしている、恫喝というんですよ。企業を揺すろうとしていると、たかりのプロだと言ったんですね。でそれを半年間延々やりました。 YouTube にはその画像がいっぱい載ってます。わけのわからない人を見ると、それはみんな労働組合が高いをやってるからな、言いがかりをつけてる、外形を 見れば逆に我々が暴力団のように見えるんですよ。でも労働組合の労働争議ってそうじゃないですか、怒っていくわけですよ現場で。それを一場面だけ切るとまるで攻めてる方と攻められてる方が逆になるんですね。でそこへ乗っかかって出てきたのが警察です。今私たちの組合は去年の8月から9月、10月、11月、4ヶ月続けてですね、実に延べ39人も逮捕されました。39人ですよ。で21人起訴されました。これは私どもの労働組合の中でも空前の弾圧事件です。私は平成の大逆事件だと言っております。なぜか、事実がないからなんです。威力を業務妨害した事実がない。恐喝をした事実もない。でも我々の仲間は威力業務妨害とか恐喝っていうそういう名目で起訴されている。今裁判が始まっています。裁判官は言いました。労働組合法第1条2項には労働組合の正当なストライキとか組合活動は刑法の適用をしないと書いてあるんですね。つまり個人で会社に押しかけたらこれ威力業務妨害になるんですよ。だけど労働組合というのは正当な活動として労使対等の労働条件決定を目指そうとするから団体行動するわけですね。その活動は刑法35条を対象にしない、これが労働組合法の根幹なんですよ。憲法28条に書いてある労働者の団結権の根幹なんですよ。でもヘイトの連中が言うですね、労働組合は恫喝している、高いのプロ集団、金銭を不法にすり取ろうとしている、このことに便乗して警察が今労働組合で弾圧してるんですね。これは今起こっていることは私どもの組合だけにかけられた弾圧とはとても思えません。安倍内閣いろいろやってることの一環であることは紛れもないことだと思います。今生贄にされているのは私どもだけかもしれません。しかし紛れもなく労働組合がさまざまな活動をすることに対して権力が弾圧を加えているんだと思います。警察は39人逮捕された組合たちに取り調べの中でいろんなこと言ってますよ。なんで労働組合が企業の外で沖縄だ原発だいろんなこと言ってんだと。労働組合というのは企業の中で賃上げだけやってればいいじゃない。こういうことを警察が言ってるんですよ。あるいは建設現場でいろんな違法な活動があります。我々は摘発をするわけですね。これは労働組合のプライドですよ。法令守れというのは労働組合の当たり前の活動ですよ。今後はそういうコンプライアンス活動をやらせないと警察が言ってるんです。
つまり政府や資本に異議を申し立てる労働者は許さないということを警察が堂々と言うようになっている。まあ、あれ内閣府がですね、産後が移植したらって笑わせるようなことを平気で言ってるのも同じだと思いますね。でもこういうことは皆同じだと。で特にで宣伝はいずれにしてもヘイトの勉強なんです。で今一番そういうヘイトの宣伝をしているのは須田慎一、新底さんを貶め、いろいろでも振りまいてた男がニュース女子の中で、やはりうちの組合は辻元清水の仲がいいとかですね、福島遺族の仲がいいとか、だから我々の組合の活動の金は福島遺族を通じて流れ、辻元を通じて流れ、北朝鮮に流れ、脱原発とかの首脳に流れてる、こういうことをわー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 ずっと言ってるんですよ。でこれに反論するととても骨が折れる。でもこれに屈しない活動が必要だと思って我々も頑張っております。皆さんと共にこういうデマ、ヘイト、こういうことを許さない活動を一生懸命戦っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。全日本建設運輸連帯労働組合の書記長小山さんからのお話です。本日はイベントの方がこれで終わりにさせていただきます。皆さんありがとうございました。寒いのでお気をつけてお帰りください。